こんにちはなのか、こんばんはなのか、おはようなのか分かりませんけれども、斉藤ひろし TV! いやいやいや、今日はですね、寿司まみれ20周年特番となっております。バチ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 、イエイ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 、私と寿司まみれ、そのようなテーマでですね、皆さんこう話をしていきたいと思います。お願いします。はい、それでは私と寿司まみれ、まずはーい、はい、お願いします。千葉ルック斉藤ピロシでーす。イエイ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 、ね、寿司まみれといえば、マリッチャ、ゆうちゃん、新しいドラムの名前まだ覚えられてない。マイコです。マイコちゃん、マイコマイコ、俺も二十歳ぐらいの時にマイコって言ってました。全然関係ない、夜中のぐたぐたの時間がいいですよね。はい、でも本当20周年おめでとうございます。本当になかなかね、女子で20年ってもう男、ね、まあもう男だからどうのこうの、女だからどうのこうのとは言わないけど、やっぱりこう日本っていうこの環境の中で言うと、やっぱり女子ってなかなかハードル高いところもあると思うんですけど、それでもやっぱり続けてるっていうのは本当素晴らしいと思います。イエイ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 、飲んじゃおうかな。もう30周年おめでとうございます。チバルックも30周年です。僕たちの場合はラッキーだけでやってるんで大したことないです。チバミレはでもだからやっぱり自分たちでちゃんと運営して、ちゃんと自分たちでこうプロデュースを自分たちのバンドをやってっていうのがやっぱすごいよね。本当すごいと思う。海外に行ってね、物なくしてみたり、バカじゃねえの？超羨ましい。本当。物なくすんだったら行くんじゃねえよみたいなね。そんなこともあったみたいですけど、それでもね、無事にタフに、本当タフなバンドだと思うんでね。タフじゃなかったらこんなバカみたいな企画も今日やってないでしょ。本当に。はい、誰か止める友達がいなかったんですから、このイベント。誰も止められない。ということで。はい、今日多分初めてだと思いますけど、無茶ぶりで、ジョージ・ジャーゲーズが今日ゲストで来てますんで、ジョージ・ジャーゲーズの皆さんでーす。ジャーゲーズ、ジャーゲーズでございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。大人なんだからそれっぽいこといいな。じゃあ僕は CD 持ってますんで、大ファンでした。ありがとうございます。あ、よくあるファンでしたね。ファンでした。ありがとうございます。もう CD 持ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、持ってないですけど聞いたことあります。ありがとうございます。地元が一緒なような気がする。野原っすよ。野原は割と一緒だ。そこでほらパンチを持って出さないとさ、弥生ちゃんとやりたいっていうぐらいさ、こういう熱意をさ与えないとダメだし、いつか対バンできたらよろしくお願いします。死ねます。ありがとうございます。俺だって対バンしたいんだよ。俺だって対バンしたいんだよ。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ウェイ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 、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、残りの寿司まみれのライブも楽しんでねー。